久保さん今回やっててよかったにしましょうかやっててよかったとあややあのねあもうちょっとやっててやってればよかったなみたいなねやってないことに後悔する人が多いんですけどやっててよかったなと自我自賛するっていう <laughs> まあこのね YouTube そう去年か今年だったらメッセージもらってこれ動画やればいいじゃないですかと お客さんんにこう言ったんですよねそしたら YouTube チャンネル開設したんですけどメッセージ来て「吉谷さんは動画アップロードするのは鼻くそ」「僕は4トンです」と「2トントラックです」みたいなだから重いですみたいなで僕と久保さんって動画撮るの別に余裕じゃないですかなんか何の苦痛もないですよね苦痛あります久保さん動画撮るのに1ミリもなくないですかでもやってない人からすると動画4トンレベルでは重いというか 大変らしいいですよだやっっててよかったなと思いますすね <laughs> まこれからもやりますけど、ねうんまあだからもう,もう余裕のよっちゃんというかねもう鼻クソレベルでまあ、しょんべんするとかクソするレベルと同じっ歯磨きするのと一緒なんで別に何のあれでもないっていうねなんか久保さんもそういう状態になってるんで逆に言うとここの局地に行ってる2人だからこそこのやり取りがあの通るんじゃないかなと多分ね本当ねこのやり取りもう4000回 結構多分3000回以上ぐらいかな。多分。シリーズ4回目ですよ、ね、多分。だから3000本以上は撮ってると思うんですけど。もう多分本当に永遠にできますよね、多分ね。永遠に。だから僕、多分、これは僕と久保さんのリレーに勝てる人は多分出てこないでしょうね。多分日本全国探してもまあまあいないと思いますよ。そもそもやれたとしても、ここにね、 そんなやってて何か意味あるんですかっていうようなあの考え方が結構多分9割9分だと思うんですよ。そんなのやってて何か意味あんのみたいな。多分そうなんですよね。もう,もう意味も、僕も意味も,もうないんですよ。だって商品のセールスをしてたんで最初はね。まあそれは意味あったけど、もうね、億万長者合宿終わっても2年経ちますからね。2年以上か。だか3年目、3年 <laughs> だってあれ、平成の最後にやって、今、令和な、令和4年ぐらいですよね。今年、こと <laughs> 令和、令何年だ、今。今 <laughs>、早いっすね <laughs> い。今年は令和4年ですね。だってあのと、あれ、平成の時やりましたからね。平成最後の日やったんで。令和4年生、今。 え、そんな足すのか早いっすね。<laughs> 早いな。あっという間ですね、うんうん。はい。ということで、まあ、まあ、永遠に続きます。いってらっしゃい。